今月のハエバル。ハエバル。おい。毎月恒例になりました。はい。ハエバルの広報誌、広報ハエバルを紹介するコーナーです。はい。広報ハエバル9月号が発行されております。はい、今回の表紙は、塚山の大綱引き。あ、21年ぶりぐらいでしたっけ？21年ぶりですね。開催された大綱引きの模様がドドンと載ってますけども、はい、うん、今回はそれにちなんで、塚山の、上がり、足びなというところに来てます。はい、後ろがノロドンチになってるんですかね。綱引きの日の道樹根があって、うんうんうん、道樹根の上がりのスタート地ですね。あ、最初こちら、はい、ノロドンチの前で、はい、せっかくだからちょっと撮影しようかなということでやっております。はい、はい、じゃあ早速9月号の広報ハエバルをいろいろ見ていきましょうか。はい、ね、子供課からのお知らせとかがね、あります。もうあれですね、児童手当の制度改正による申請とかね、はい、あとはあれがありますよ、もう幼稚園の入園申し込みとか、あ、令和7年度4月の認可保育とか、はあ、あ、そういうのがね、もうこういう早め早めにこういう時期になってくるんですね。もうね、早いですね、うん、もうそんな時期ですか。うん、ハエバルは子供関連なんかとても手厚くやってますよねってよくいろんなところから聞きますからね、はい、うん、子供が育てやすい町だという話をね、うん、あ、そうです、そういうのも紹介の前に、はい、あれやらんと先月もちょっと紹介したんですけど、はい、初めてのスマホ教室っていうのがね、ああ、ありますよね、はいはいはい、これね、いろんなスマホに慣れてない人たち、先輩たちにね、はい、スマホの使い方を教えますよっていうので各部落の公民館でやってますよっていうので、うん、はい、先月はその各部落の公民館のこう講座の内容がちょっとずつ違ってたんですよね、うん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 、電話のかけ方とかカメラの使い方とか、はい、スマホにアプリを入れてみようとかってするんだけど、はい、夜那覇とかが、はい、電話のかけ方からスタートして、そうなんです、夜那覇と荒川だけ電話のかけ方、うん、で他のところは、うん、アプリを入れてみようとか、その次の段階に行ってたんですよ、ね、だからこれなんだろうなみたいな話をしたら、はい、なんかあったんでしょ。そう、うん、役場の企画財政課の、うんうん、方から、うんうん、見たよと。お、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、コメントが来まして、うんうん、各ブラックで、うん、違うのは、うん、その統計を取ってると僕ら言ってたんですけど、はいはいはい、これだから荒川と夜那覇の人は電話のかけ方がわからないから荒川と夜那覇の講座そこからスタートなんだなみたいな話をしたんだな、はいはいはい、うん、統計を取ってるわけではなくて、うんうん、全部同じことをやってると、うん、なかなか人が集まらないから、うん、他のところにも行けますよっていう、はい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 、ことですね。なるほどね、はい、これ書いてますね、お住まいの地域に関係なくどちらの会場でも受講できます、うん、であと1講座から申し込みできます、うん、っていうことですね、はい、だから電話のかけ方とかカメラの使い方がそこからちょっとわからないなっていう方はそちらの講座がやっている公民館に行けばいいってことですね、うん、そうですね、あ、であと日程もそれぞれ違うので日にちが合うところに行けると。なるほどね、うん、あれ今気づいたんですけど、おうおう、今回、うん、夜那覇がないですね。あ、本当だ、夜那覇がなくなってる。夜那覇もスマホ持ってる人がゼロになった。いや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 、違いますよ。そういうわけじゃないです。秋のりの地元。地元、夜那覇。じゃあもういいか、みたいな。ってこと。え、だから違うって言ってるんだから。俺は、いろんなところの公民館、その、地元じゃない、はい、公民館にも行けますよっていうことですよね。そうですね。たまたま場所と日程が合わなかったんでしょうね。そうだよな。そういうことがあったということで、なんか、そういうふうに、ちょっとこれでもうちょっと説明、ちょっと違うよとか、はい、これ補足でもうちょっとこうして言ってほしいよみたいなのがあれば、気軽に、はい、もう、秋の家に連絡してもらえれば。そしたら、ここで。うん、また、修正とか、はい、補足とかしますんで、はい、ぜひ、役場の人たちも、役場以外のハイボール町民の人たちも、ぜひ行っていただければ。はい、すぐ秋の家に連絡してください。僕に、はい、行ってもらえれば。はい、お願いします。はい、改めて、はい、広報ハイバル9月号ですけど、ちょっと注目はあれですね、うん、11月2日3日に
第22回ふるさと博覧会、はい、ありがとう、うん、で第17回福島祭り、第29回児童館祭りも同時開催ということで、はい、まあ、本当に久しぶりに全面的にドドンとでっかくやるイベントになるんじゃないかなと。そうですね、思いますけど、はい、その中で毎年毎回行われてた琉球かすりの女王コンテスト、はい、これが今年から名前変わってるんですか。変わってますね。第1回琉球かすり大使コンテストと、うん、いうことで、はい、まあジェンダーレスな、はい、この世の中ということで、はい、かすりの女王女性だけを対象にするんじゃなくて、うん、性別不問で、うん、男性女性とかじゃなくて、琉球かすり、まあ、ハエバルのことを PR したいよという方が対象になるということなんですね、うん、表彰で賞金3万円と、あと副賞で、はい、琉球かすりの反物がもらえるわけよ。これ欲しいわけよな。いいっすね、うん、出たら決まる。あ、ちょっと琉球かすり大使、出てから、はい、副賞俺にちょうだい。いやもらえますよ僕が自分で、うん、FEC のギボックスという、うん、はいはい、ギボさんの奥さんが、奥さん出たいと言ってるらしくて、はいはいはい、電話かかってきました。おうおうおう、出たいんだけど、うん、どうしたらいい。おう、あ、じゃあもうなんか問い合わせたらいいんじゃないですか。う、知り合いとかいる。う、知り合いいますけど、うん、いたとしても僕は何もできませんって、ね、そっかって言って切られました。でもギボックスの奥さんはハイバル関係あるの。ハイバル関係ないんですけど、うん、なんか仕事でこの着物を扱ってるというの で、うん、でこの琉球かすりがとっても好きで、うん、大好きだから私も出たい、うん、ただ出れるのかがわからない、うん、っていう今状態。これ、ハイバル町に在住または町内事業所に従事している方みたいですよ。ああ。じゃあちょっと厳しい。当てはまってないあ、それで聞いてきたのかな。当てはまってないけど思いは強いよ。なるほどなるほど。で秋のり、はい、どうにかしてくれんかと。してくれないかと。ちょっと僕ではできないのでどうにか問い合わせてもらって。そうだな、はい、でも思いが強ければわからないですもんね。そうですね、うんうん、どうなるか、はい、それもじゃあもしかしたらギボックスの奥さんが琉球かすり大使になってるかもしれないですからね、うん。あとあれですよ、FC 琉球、はい、9月の28日土曜日にお、ハエバル町民デーを開催します。お、 FC 琉球サッカーですよ、はい、ね、J リーグ、この FC 琉球の公式戦で、うん、9月28日に行われる FC 琉球対 FC 大阪、うん、タピック喧騒ヒアゴンスタジアムで行われるんですけど、うん、こちらがなんとハエバル町に在住在勤在学者の方先着500名様無料。おー、 すごくないすごいね。まあ、なんか定期的にやってますよね。そうですいろんな地域でね、はい、FC 琉球やってますけども、これは絶対行った方がいいよね。サッカーやってお子さんがいるご家族とかね、はい、FC 琉球っていろんなことやってますよ。まあ、なんか市町村ごとに主にサッカーだけどな、やってるのは。はい、そうです。いや、それはそうです。それを踏まえた上で、うん、いろんなこういう、うん、市町村ごとに無料招待とか、うん、そういうイベントをいろいろやってますよね。なるほどなるほど。はい、別に、うん、サッカーとか野球とかいろいろやってますよっていう感じじゃなかったです。なるほど。はい。はいはい、しかももうちょっと言いたいことあったんですけど、もういいです。ここで止まっちゃいます。どうだった？はい。あ、そっか、三日間の大津内という特集もありますね、うん、あ、これも写真も上等で、あ、いいですね。画質みんな上等だな。画質がいい。画質いいな。いいですね。逆光じゃないっていう。逆光もないな。前回ちょっとね、ちょっと画質が良くないのとか逆光とかちょっとあったりしましたが、はい、あ、今回も相当上等。金城哲夫のふるさと上映会っていうのもありますね。ハエバル町観光協会が、うん、やってますけど、ウルトラセブンとか、ヨシア散る物語とか、うん、塚山の大津駅とか、はい、塚山出身の金城哲夫さんが携わった作品の上映会が塚山公民館、塚山地域振興資料館で9月23日に行われると。あとあれですよ、はい、18ページこの金城十字路チャンネルのことを載せていただいてます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。
おかげさまで4周年を迎えましたっていうの、はい、ハイバルに劇場を作りたいよっていうの熱い思いが書いてますんでね、はい、ぜひじゃあ見てみてください。では行きますか。はい、なんだっけコーナー、うん、コーナーですよね。気になるやつ、うん、気になるやつ気になるやつではないですね。気になる記事をピックアップ。おお、あ、なんかそんな感じでした。はい、はい、です、はいはい、じゃあ、秋取り、はい、何が気になりましたか、この中から。僕は6ページ開いてください、皆さん6ページの下の方ですね、うん、早原町体力テスト開催です、うん、これなんか定期的にやってるんですけど、スポーツの日、うん、定期的、まあ、毎年スポーツの日に、うん、やるやつで。スポーツの日ってあるんだ。もともと体育の日だったのが名前が変わってスポーツの日になったんです。あ、なるほどね。10月14日月曜日、はい、スポーツの日、この日祝日となってまして、うん、スポーツの日の午前中に、うん、ハイバル中学校の体育館で、うん、みんなで体力テストをしようというのを教育総務課がやってるんですよ。これ1回参加したことあるんですけど、うんうんうん、楽しいです。小学生から、はい、79歳まで、それぞれのこう年齢に合わせて、うん、今どのぐらいなんだろうっていう、うん、自分がこの年齢で、うん、この全国的にどのぐらいあるのかっていうのができるんですね、うんうん、どうだったの秋のやつ僕はもう出直してこいって言われた。まあまあほぼできなかったですねほぼ特に長座体前屈、長座体前屈、これ長座体前屈が僕も昔からできなくて。なんで長座体前屈って。壁があったら、うん、壁にこう座るんですよ。ちょっとやってみて。壁ああ、じゃあここに、うん、こう壁があったら置いて、ここからここに段ボールがあるんですよ。段ボールがあって、それ段ボールを押すんですね。このトンネル型の段ボールがあって、それを押すんですけど、どれぐらい柔らかいか。あ、はいはい、もう硬そうだもんな。はい、こっちが曲がってるもんな。あ、そう、痛い。ここが痛いんだ。痛いです。もう本当昔からまず、ここ本当は90度しないといけないんですよ、はい、前屈にもなってないよ。そうなんです。靴になってないんだよ。スタートが切れないんですよ、毎回、うん、中学校の時から、うん、ちゃんとつけてみたいな。痛い。ここつけないと、ここ腰つけないとみたいなところを毎回言われてて、そういう思い出が。これ長座体前屈。はい、そうなんです。これがね、これがなかなか。まあでも、本当に自分のこと知るために、はい、体力テストは大事かもしれないですね。うん、そうですね、うん、なんか自分の体力も知れるんですけど、うんうん、このいろんな人が集まるんで、早原町内の、うん、でなんかそのコミュニティ、はいはい、おしゃべりしながら楽しく、なんか賑やかにできるので、久しぶりに会う人とか、同級生とかもいるかもしれないですね。はい、そうですね、ありますんで、はい、じゃあ中座の気になる、はい、ところはですね、16ページ開いてください、ね、はい、サッカーをアンダー15女子日本代表選出をということで、はい、町立南西中学校3年生の山本美桜さんがサッカーの15歳以下の女子日本代表に初選出されました。おお、日本代表です。おお、すごい、すごくない？ね、でそれでアジア大会に、はい、出たということで、うん、出る前に町長に表敬訪問行って、うん、頑張ってきますよっていうことをこの山本美桜さんが言っているよっていう記事と写真が載ってるんですね。ハエバルから日本代表ですよ。すごいっすね、うん、なでしことかこのまま行ったらなでしこジャパンですよ。あ、うん、だからもうワールドカップとかオリンピックとかの可能性も十分にあるわけですよ。でこの山本美桜さん、はい、これね、なんか俺ちょっと SNS で書いたわけさ、すごいなこれ、ハイバルから日本代表出てるよと、はい、そしたら、はい、コメントでこの子金具すぐ十字路チャンネルで一回取材してますよって言って、写真も添付されて送られて、なんか、はい、子供たちのサッカーを、うん、なんか
何やったさちょっとまだ分かんないこれこれよりあのあれさあのグランパス関連のなんかあれだったんかな、はい、あそれで子供たちに、はい、なんかこうスタンドに来ている子供たちに多分はい金子スクジョージョーチャンネルみたいなやってもらったりとかはあなんかやったんじゃない写真が送られてたうんスタンドでそう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 その写真は小学生だったけど、もう中学3年生になって、うん、そっかそうだっけじゃあもう本当に、うん、チャンネル始めたてぐらい、ね、そう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 、うん、だろうでしかも、はい、これ山本美代さん、はい、名前見る限り、うん、多分だけど、うん、ワッタワラバって保育園一緒だもんおおすごいえ多分やだと思う、うんうん、まあここはもうこれ以上はないですよ、ね、情報ないけどちょっと今なんかいろいろ考えたんですけどひまわり組までは多分一緒だと思う急になんか、うん、急になんて返していいか分からなくなっちゃいましたこれも山本美代さんとあとその美代さんのご家族、はい、そうだよってもし、うん、そうだったらそうだよってコメント書いてくるんですかそうですね、うんもしくは、いや、全然違いますとかでもいいしひまわり組まで多分いたと思いますうーん桃組は行ってないんじゃないですかねもうそっから幼稚園に行ったんじゃないですかね多分そうだと思う、まあ、日本代表を育てたそうそう、保育園保育園、そうですかねそれちょっと気になったはいそうですね可愛い、可愛、はい、あのペットの写真とか、うん、お子さんの写真とかもありますんで、うんうん癒しにもなりますからね、はいうん、手に取って見てみてください、はいはい、役場にもありますし各部落の公民館にも置いてますんでね、はい、ぜひもちろん無料ですから、うん、あとネットにもハヤバル町のホームページにもありますんで、ね、ネットで見ても全然もう楽しめますから、うん、もういろんな手段で楽しんでみてください、はいはいはい、終わり終わりですねはちょっと柔軟性を高めてから来月向かいます、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。